英語の勉強する上でどういうような目的で勉強してもいいと基本的に僕は思っています。例えば英語の勉強するんだったら、まあ、役に立つように勉強しなくちゃいけないよとか、まあ、英会話できないと意味ないじゃんとか、なんか読めないと意味ないじゃんとかいろいろ言う人いるんですけれど、結局のところ自分で満足してればいいと思っています。英語を勉強すること自体が楽しいっていう人もいるはず。クロスワードをする人はみんながみんな語彙力を増やしたいと思ってるわけではないはずみたいなこと。ただ唯一これのために英語勉強するのはどうかと思うよって僕が一つ言えることがあるとしたら、それは他人にマウントを取るために英語を勉強するっていうことです。こんにちは、トモトです。今回は英語で他人にマウントを取るっていうことについて話をしていこうと思うんですけれど、まあ、あるいはそういう人に出会ったらどうすればいいかっていう話をねしようと思うんですけれど、まあ、要はそのいるじゃないですか。例えばやった英検2級受かったぞとか英検準1級受かったぞっていう人に対して、いや英検なんて1級取れて当たり前だから、英検1級取れたとこがスタートだからとか、英検1級も取ったし TOEIC 990点も取ったぞっていう人に対して、いやネイティブの方が全然喋れるし英語ができるかどうかじゃなくて英語って何をするかだからみたいなこととかね、まあ、結論から言ってね、全部気にしなくていいです。全く気にしなくていいんですけれど、ちょっと今回それについて深掘りしていこうかなと思っています。まずその自慢するために英語を勉強するっていうのが、まあ、悪いサイクルになりやすいから、まあ、あの英語のコーチングをしている身からしてもあんまりおすすめできないんですよね。っていうのは自分で自信をつけるためにもちろんね英語を勉強するんだったらいいし、あの自分で満足してるんだったら英語の勉強を無理に役に立てる必要はないっていうのがあるんですけれど、こう誰かに自慢するために、つまり誰かにマウントを取るために英語を勉強するっていうのはモチベーションとしてははっきり言って最悪の部類です。なんでなのかっていう話をするんですけど、2つあります。1つはそのマウントを取るために勉強をするとマウントを取り返されてしまうっていうことです。自分よりもできる人間でたくさんいるんですよ。で、俺これだけできるぜみたいなことを言ってると嫌でも自分よりもできる人が目につき始めるし、それに対してえ、それ大したことなくないですかっていうカウンターを食らうんですよ。まあ、何でもそうなんですけど、誰かに自慢をするために何かをすると自分よりも優れた人が現れた時に戦わなくちゃいけなくなるんですよね。で、大抵負けるんすよ。世の中には天才とかがいるんすよ。で、もちろんそのマウント合戦を制するために勉強して、まあ、どんどん自分の、ね、能力を上げていくみたいな風にすることで英語学習は進んでいくっていうのはあるんですよ。でもそれでも上には上がいるし、そのうちネイティブとの戦いとか天才中の天才との戦いとか、あるいは自分より年下で自分よりも英語ができる人と出会うことになるので、基本劣等感が解消されることってめったにないんですよね。その劣等感が解消されるとしたら、やっぱり自分なりに折り合いをつけた時のはずなんですよね。その自分の中で自分はこういう環境にあったけどここまで来たぞみたいなところで自分に折り合いをつけることでその劣等感を解消されると思うんですけれど、そういう折り合いをそもそもつけられるんだったら最初からマウントを取らなくてもいいんですよ。だからマウントを取ると、まずマウント合戦に巻き込まれて結局どこかで負けなくちゃいけないっていうことで、その負けを認めることが難しくなる、マウントを取り続ければ取り続けるほどっていうのがあって、結構自己肯定感も低くなるのであんまりおすすめできない、それは一つっていうのがあります。で、もう一個より問題となるのが、マウントを取り続けられるところに停滞してしまう人がいるっていう話です。マウントを取ることによって自分よりもできる人と出会う時にはその競って上を目指すんだったらまだ最悪ではないかもしれないんですよ。ただ上を目指すんじゃなくて自分がマウントを取り続けられる界隈に停滞することがあるんですよ。まあ、例えば英検準1級を持ってるぞっていう人がマウントを取ろうとしたら、英検1級を持ってる人の輪には入らないで英検2級とか準2級を取って合格したぞって喜んでる人に対して、いや2級なんてね誰でも受かりますよ、しっかり勉強すれば。そっからじゃないですか、英語は準1級取ってからすごいって言ってくださいみたいなことを言い始める。でも上を目指すと当然自分よりできる人が目につき始めるので、その準1級界隈で自分がマウントを取れる範囲で威張り散らかすようになるんですよ。そうすると目線が下ばっかり向いて向上心を失ってしまうんですよね。学習において向上心を失うことは一番避けるべきことです。そうなると勉強も本質から遠ざかっていくし、その1級を目指そうっていう気持ちにもなくなっていくし、その人の場合はね、英語の勉強そのものよりもマウントを取ることそれ自体が目的になっていっちゃうんですよ。こうなるともう本当に自分のためにもなってないし、周りからもなんかこううざったいなっていう風に思われちゃうっていうね、
本当に誰にとっても得にならないっていう状態になるので、やっぱりね、基本ね、マウントを取るために勉強するっていうのはあんまり良くないっていうふうに僕は思ってるっていう話なんですよね。まあ、でも世の中にはマウント取ってくる人いるんですよ。そういう人と出会った時にどう考えればいいかっていうのをちょっとお伝えしておこうと思うんですけれど、まあ、究極的には本人がどういうつもりで勉強してようと、それを他人にとやかく言われるような筋合いってないんですよ。まあ、マウント取るのはね、やめた方がいいですよって僕はコーチングの立場であれば言うことはあるかもしれませんけど、でもまあ僕の知り合いがね、別に僕のコーチングも求めてない知り合いがなんかそういうことをやってたとしても、まあ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 っていう気持ちはあります。なんか別にとやかく言うことないじゃないですか。それにまあマウント合戦のその修羅の道を進むことを選んだとしても、まあそれが当人にとって目的とする英語力の向上につながるんだったら、まあまあまあいいじゃないかと。マウントのために英語を勉強するんだ、俺はマウントを取りたいからだっていうような人、英語がちょっと得意だからこれでマウント取っていくぞっていう気持ちで勉強してる人がいたとしても、まあ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 本人がいいならいいんじゃないですかっていう感じ。でもそれはまあ周りの人にとってはまあ迷惑だったりするわけですよね。ちょっとうるさいなってやっぱ思うと思うんですよ。まあこういうマウントを取る人に対しては一線を置くで基本いいです。で、気にしなくていいです。そのマウントを羨ましがる必要ないです。マウントを羨ましがってるっていう時点で関係に巻き込まれているので、ああそういう人もいるんだなっていう一線でいいです。そもそも英語学習において他人の英語力を羨ましがる必要がないです。マウントを取られてる取られてないに関係なくね、あの環境に許される範囲で自分のペースで勉強してください。この環境に許される範囲でっていうのは、例えば受験勉強のために英語勉強してるんですよねみたいな人って、あの自分のペースで勉強してればいいっていうもんじゃないじゃないですか。だから何でも自分のペースで勉強すればいいっていうもんではないんですけれど、その点大人になってから英語を勉強するっていうのは環境による時間的な制限っていうのがあまりないことが多いので、まあ、僕はおすすめしたいなっていうのがあります。なので、まあ、他人のなんかこう英語力とかっていうのを全く気にする必要がないです。自分のペースで自分が必要だと思うレベルで自分が納得できるように勉強してください。それだけでいいです。マウントを取られたら、あ、この人マウント取るために勉強してるのかな、でいいです。それを特に憐れむ必要ももちろんないし、あのただそれだけのことです。その人はそういう勉強方法してんだな、ちょっと関わらんどこっていうだけです。自分の精神衛生のためにね。というわけで今回はマウントを取るために英語を勉強するっていうことと、それに対してどういうふうに対応していけばいいかっていうような心持ちの話っていうのをしました。なんか結構いるじゃないですか、そのSNS とか知り合いとかでなんか英語でマウント取ってくるような人、なんかそのこっちがちょっと英語喋れるって分かったら、帰国子女のネイティブライクな発音で、あ、英語喋れるんだみたいな感じで来るような人とかね、気にしなくていいです。僕の個人的な考え方としてなんですけれど、その他人に自分の評価を依存しないっていうのがあります。誰かに評価されることを自分の評価にしない方がいい。自分の評価は自分でした方がいい。自分の価値は自分で決めた方がいいってことです。自分の価値を誰かに依存しないっていうこと、マウントを取るっていうことは自分と他人の距離感に自分の価値を置いてるってことです。この人よりも俺こんなにできてるっていう距離感、あるいは高さっていうのに自分の価値を見出してるっていうことなので、マウントを取るっていうのはその意味で自分の価値を他人に依存してるんですよね。だからマウントする相手がいなくなったりするとその価値って消失しちゃうんですよ。そういう風にならないために自分の価値は自分で認めることが大事です。私は私の価値を認めている、それは何者にも不可侵であるっていうことがすごく重要だと思っています。